先週のサントリーレディスにホステスプロとして出場しながら予選落ちした渋野日向子24が12日自身の SNS を更新皆様の前で自分らしいプレーができず申し訳ない気持ちでいっぱいと謝罪した写真いぼみのセクシー肩出し黒ドレス姿長美脚に視線釘付け左手親指を痛めている渋野はこの大会からグリップの握りを変えて話題になった 左手の人差し指と右手小指を絡める、インターロッキング、から、左右の指を絡めずに野球のバットを握るように持つ、ベースボールグリップ、にした。男子プロでは時松流行がこのグリップで戦っている。スポーツ各紙は翌日の紙面で、渋野の新たなグリップ写真を載せて、テンフィンガー、と説明した。しかし、記事を見たゴルフジャーナリストの菅野則義は、 ゴルフ記者なのにベースボールグリップとテンフィンガーグリップの違いも分かっていない、と憤慨し、こう語る。スポーツ詞にあったテンフィンガー、グリップ、とは、左手親指をグリップに乗せて右手で包み込むので、ベースボールグリップのように左手親指は外側から見えない。それが分からないのは恥ずかしい話です。左手親指付け根を痛めるのはプロゴルファーの職業病みたいなもの。 ボールを飛ばすために、グリップに乗せた左手親指には大きな負担がかかるのです。かつては松山秀樹も苦しみ、ツアーから離脱したこともあった。渋野は子供の頃ソフトボールと野球をやっていたので、ベースボールグリップに大きな違和感はないのかもしれないが、左手を痛めない利点がある一方で両手の一体感に欠ける。指の故障を早く直してインターロッキングに戻した方がいい。 国内2戦を予選落ちした渋野の次戦は23日開幕の全米女子プロだ。左手親指の痛みが心配ならベースボールグリップで戦うだろうが、繊細なフィーリングが要求されるアプローチには不向きと言われ苦戦を強いられそうだ。